サトグア。サトグアあるいはサトグアは、クトゥルフ神話として分類される作品群に登場する架空の神聖。クラーク・アッシュトン・スミスによって創作された、異称としてサドグイ、サドゴア、ゾタクアなどが知られる。概要。サトグアはクトゥルフ神話として分類される一連の怪奇小説などに登場する、人間よりはるかに強大な力を持った神とも呼べる存在の人柱である。初出作品は、クラーク、アッシュトン・スミスが、ウィアード・テールズ、1931年11月号に発表した短編、サタム・プラゼーロッスの物語、である。スミスの作品が発表される前に、ハワード、フィリップス、ラブクラフトが1930年に執筆し、ウィアード・テールズ1931年8月号に発表した、闇に囁く者にも名前と由来について言及されている。人類以前に地上で繁栄していた蛇人間や有史以前のア人間たちに崇拝されていたとされる。古代の大陸ハイパーボリアや地下世界群、ヤンに住む人間にも崇拝されていた。フランシス、T、レーニーは、サトグアを4大元素の、地、に結びついた旧支配者の人柱と分類している。他の旧支配者に分類される存在より、比較的危険度が少ない存在として描かれることが多い。スミスの、魔導士エーボン、では、自らを信仰するエーボンが迫害から逃れるのを手助けしている。同じくスミスの手になる、七つの呪い、では、生贄に捧げられた人間を、空腹ではない、という理由で、食さずに他の神のもとへと送っている。地球誕生直後に、サイクラノーッシュ、土星、から地球に飛来した。スミスが執筆した古代の大陸であるハイパーボリアを舞台とする作品では、大陸西部にアルブーアミタドレス山の地下洞窟に住むと描写されていた。現代においては、地下世界雲海に住むとされる、闇に囁く者、では雲海から飛来したという説明である。容姿。サトグアは巨大な腹部とヒキガエルに似た頭部を持ち、口からは舌を突き出し、半ばまぶたが閉じられた眠たげな目をしている。体色は黒く、体表は短く柔らかな毛で覆われ、コウモリと怠け者の両者の姿を連想させるとされる。ケーオッシアム社が販売しているテーブルトーク RPG、クトゥルフ神話 TRPG では、コウモリのような耳と体毛を持つとしている。闇に囁く者、では、一定した形のないヒキガエルのような生き物、と表現されている。それこ、本質は無定形であり、自由に姿を変えることが可能であるとされることもある。体の大きさは、クトゥルフなど他の旧支配者ほど巨大な描写はされていない。クトゥルフ神話 TRPG のデータでは、ホッキョクグマやイタチザメと同程度のサイズに設定されている。眷属。スミスの、サタム・プラゼーロッスの物語、およびラブクラフトが添削した、ゼリア・ビショップの、不朽の塚、において、サトグアの神殿には黒いタールのような不定型の姿をしたスライム状の生物が住んでおり、サトグアに仕えているとされる。クトゥルフ神話 TRPG では、この生物に、無形の落とし子、という名前が付けられている。系図。サトグアには詳細な系図が設定されている。スミスがロバート・バーローに宛てた1934年6月16日付の書簡によると、宇宙の中心にある原初の混沌たるアザトースが分裂によってサクサクルースを生み、サクサクルースがサトグアの父親となるギズグス、およびサトグアのおじフジュールク・オイグムンズ・ハーを生んだとしている。ギズグッスはイクナグンニッスッスッスズが生んだズッスティルゼムグニとの間にサトグアを設けた。同書簡によれば、フジュールク・オイグムンズ・ハーはクトゥルフのいとこにあたる。一方、ラブクラフトがジェームズ・ファーディナンド・モートンに宛てた1933年4月27日付の書簡では、
スミスのものと異なる系図が想定されている。同書簡では、アザトースが、名もなき霧、と、暗黒、を生み、それぞれが呼ぶ、ソトースとシブ、ニグラッスを生んでいる。呼ぶ、ソトースとシブ、ニグラッスの間にナグとヨブが生まれ、ナグがクトゥルフを、ヨブがツァトゥグアを生んだとしている。つまり、ラブクラフトの書簡ではツァトゥグアとクトゥルフはいとこ関係に設定されている。親族。スミスの設定によるツァトゥグアの親族を以下に示す。サクサクルース。ツァトゥグアの父方の祖父にあたる、アザトースが分裂生殖によって産み落とした両性具有の神であり、ギズグッスとフジウルクオイグムンズハーを生んだ。ギズグッス。ツァトゥグアの父、ズッスティルゼムグニトの間にツァトゥグアを設けた。フジウルクオイグムンズハー。ツァトゥグアの父方の叔父、ギズグッスの兄弟、親であるサクサクルースの同族食いの習慣を好まず、幼少時にヤークッシュ、海王星、に渡り、その後サイクラノーシュに移った。短い足と長い腕を持ち、頭が体の下部から逆さまにぶら下がっているが、それ以外の部分はツァトゥグアに似た姿をしているという。サイクラノーシュの住処に迷い込んできた魔導士エーボンに謎めいた言葉を投げかけた。イクナ軍にスッスッスズ。ツァトゥグアの母方の祖父にあたる、暗黒星ゾスからやってきて、分裂生殖によりズスピルゼムグニを生んだ。ズスピルゼムグニ。ツァトゥグアの母、ギズグッスの妻。シャタク。ツァトゥグアの妻、ヤークッシュ、海王星、でツァトゥグアとの間にズビルポグアを設けた。ズビルポグア。ツァトゥグアとシャタクの間に生まれた子供、スファトリクルルプという娘がいる。インディアンたちの間ではオサダゴアと呼ばれており、前足がなくコウモリの翼を持ち、頭部に顔に変わって蛇のような触覚を生やした巨大なヒキガエルの姿をしているとされる。スファトリクルルプ。サトグアの孫、ズビルポグアの娘、ブーアミの一個体との間に不死身の国がティンザウムを設けた。